こんにちは、佐々木です。本日はメルカリビジネス詐欺の被害で現金を5万円使ってしまいました警察に相談しようかと悩んでいます何か良い詐欺の対策方法を教えてくださいというテーマについてお伝えしますそれでは早速いってみましょうはい <music>、えー、この動画ですね、えー、私の知り合いですねの方がですねなんとですねビジネス詐欺あってしまして、まし、あ、てどうしたらいいかってことをね相談しに来ましたぜひね まだまだ、ビジネス詐欺が非常に多いので、ぜひ、ね、対策方法を、ね、紹介させていただきます。はい、えー、まずこちらですね。はい、えー、と被害対策方法なんですまずですね、えーと、消費者ホットラインですね。であのまあ、この詳細はですね、消費者庁のこちらの電話番号で確認していただければいいかと思うんですけど、えー、とこれ188ってありまして、これをです、ね、私が実際スマートでね、電話してみたんですけど、これつながらないんですよ。なので、 い一旦こちらの方にねあの、電話してね、確認した方がいいかと思います。はい。で、その次なんですけど、この消費生活センターですね、これはですね、もう絶対それですはいで。あの、私も以前でも、大昔なんですけど、あの、実際、詐欺ですね、ネットではないんですけど、まあ、例えばあの、いろんなね、あの、詐欺を受けて、で、実際頼んでね、で、あの、内容証明書とかありまして、それをね、発行することによって、その詐欺をね、あの、 止めることが可能ですなので、そういったことを、ね、踏まえて消費生活センターですね、これは14、ね、18、まあ、都道府県すべてありますので、まあ、実際連絡して、ね、相談するのが一番早いです、はいであの。その次なんですけど、国民生活センターですね、これはです、ねまあ、あの同じようなものでして、まあこの、これは東京なんですけど、まあ、同じような形で、ね、詐欺の被害があったときは、ね、あの電話して、ね、相談するのが早いです。はい、であの警察におそらくなんですけど 警察ですねあの、都道府県の地方の警察に電話しても、ですねおそらくこちらどちらかに電話して解決してくれって話になってきますので、警察に、ね、相談してもね、あまり意味,意味がないんですけど、今回ですね、この4番ですね、これをぜひ紹介します。で、あの、この教警視庁のサイバーフボルトなんですけど、これはですね、かなり強いです、はいであの。この概要欄ですね、これはリンクしちゃってきますので、ぜひね、あの、かなりひどい、ね、ネット詐欺、もう数百万取られたとからね、1000万取られた いう方は、ね、ぜひここに行ったわけですねもうことこに,行った後にしこっち行くかと思うんですけど、この警視庁の裁判法です、ね、あのやっぱ警視庁が入ってきますので、かなり、ねあのまあ、あの条件とかいろいろありましてに、いつやられたとか、ね、どういった名前かとか、日時とか、どこで、ね、どういった契約で詐、ね、欺とかお金を取られたとか、ね、まあ、詳しく、ね、聞いてくると思うんですけど、まあ、これを、ね、本当にあの。 かなりお金をね、あのー、下げられた方は、ね、ぜひここにまず行った方がいいかと思うんですよね。はい。まあ一応今回4件の知ったんですけど、私はですね、2, 2番ですね。2番と3番に昔電話しまして、2番実際使ってます。で、解決することできましたね。なんとか。はい。なのでぜひね、ま,あ、まだまだねあの詐、詐欺以外って多いと思うんですよ。ぜひね、あのこちらの方、4、4、これ4点ですね。まあの参考にして電話していただければいいかと思います。はい。 ぜひチャンネル登録お願いします。LINE の方へ登録していただきますと、ゼロのコミュニティですね、あと秘密のコミュニティに参加できます。はい、あと1万円ですね、販売商品を、ね、無料でお渡ししていますので、ぜひ楽しみにしてください。はいでえー、その後ですね、今回の動画ですね、悩みや質問ですね、ありましたら、ね、LINE アプね、等でお答えしていますので、ぜひね、いただければいいかと思います。はい、はいえー、今回の動画は以上となります。 再びご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。